今漫画はほとんどカタカナで漫画って書くようになって、その前は漢字の漫才の漫画がということはそのギャグが中心で、戦前の漫画はギャグが中心で、ギャグさえ面白くさえあれば漫画で、ストーリーはまあどちらかといえばそのギャグを生み出すためにつけるストーリーみたいなものなんですよ。そうではなくて手塚先生はそれを逆転させて、ストーリーを話すために漫画を使って、その間にまあギャグは漫画だからギャグは入った方がいいというくらいだから、ギャグは必要ではあるけれどもギャグさえあれば漫画っていうんじゃないっていうことで、その漫画の面白いっていう「漫」という字をつけると、どうもそのギャグが中心のものが漫画だっていうように思われるので、今はその漢字を使わないようになる。水野さんはカタカナで書くのはなんか軽々しくて嫌だっていう、ひらがなひらがなは使いますけど、でも要するに漫才やああいうのふざけたもんじゃなくて、ギャグが中心ではなくて、ストーリーを伝えるためにこういう表現の形式があるんだよって言われるんだって、それをやったのは、まあ、手塚先生のわけですよね。そういうことでもって手塚先生が始めたいわゆるストーリーマン、その頃はね、物語漫画って言ったかな、もうそのままストーリー漫画ですから、ね、物語漫画って僕たちが初めの頃やってましたね。そういうものに変えたのが手塚先生だけども、その子供たちの親はやっぱりその漫画っていうのは滑って転んでわははとか、そのくだらないそのスラップスティックだと思っているので、あんなものを読ませたら子供はバカになると言われても、あ、そうだろうなとちっとも頭の育つ足しにはならない。それと同時にこれはあんまり言われないんですけども、いわゆる児童作家っていうその小説家がいるわけです。この人たちが漫画がダーッと出てきたら売れなくなってしまうんです。そしたら自分たちが売れないのは漫画のせいだと、それはそうではなくて、あんたらの書く小説が面白くないからだよって言いたいんだけども、それが漫画にどんどん押されてきたもんだから、そういうその児童作家たちとその左翼系、これもまた言うとちょっと差し障りがありますけど、左翼系の批評家たちが漫画は児童の精神の発達に阻害するものだということでもって、さっき言った悪書、漫画は悪書だ、漫画を載せてる本も雑誌も悪書だから、こんなもの子供に読ませてはいけないというので、その時は1955年昭和30年の夏なんか、学校に夏休みにそういうものを持って、漫画でも本でも雑誌でも持ってこさせて校庭に積み上げて火をかけたと。これはもう全国で起きましたね。もう清の始皇帝の頃、焚書工事っていうのはあったそうですけども、ヒトラーもそれでユダヤ人の書いた本を積み上げて焼いたり、あれと同じ馬鹿げたことを日本でもやったわけですよ。それでその時代のその漫画がかなりその資料も散逸してしまったし、それからその漫画を大変な今のように文化のサブカルチャーだの文化だなっていう人は誰もいなくて、だからそれがポコンと歴史の中から消えてしまったわけです。ところがその後だんだん漫画が力を得てきて、批評家が出てきて、その批評家は大体男で、その男の人たちもその前の悪書追放時代の漫画はリアルタイムで読んでいたけれども、少女漫画は読んでないわけです。ところがその人たちが見たのは花のせいぜいベルサイユのバラくらいで、それからあとの花の24年組が私たちが本当の正当の少女漫画だっつって出てきたら、それを信じてしまって、その花の24年組から前の少女漫画っていうのはもう箸にも棒にもかからない、お涙頂戴の非常に低俗な読み物だっていうふうなレッテルを貼られてしまったもんで、その前を無視されてしまう。ところが最近それがそうじゃないという、特に水野さんあたりが中心になって、こんなことじゃいけないということで、なんとかその時代の少女漫画がこんなにものがあったんだと、こういうものを見て今の少女漫画の漫画家たちは、私も漫画家になろうと思ったわけなんだから、そういうものがあったんだよということを今一生懸命で掘り起こして残したい。でだんだんそれが成功し始めた。